今日はクイックカーブというアドオンをレビューしていくよ。クイックカーブ？どんなアドオンなの？マウスやペンタブで線を描くと、その線に沿って 3D オブジェクトを生成してくれるアドオンみたい。ラフなモデリングをするときに使えないかなと思って買ってみた。ペンタブの筆圧感知にも対応しているみたい。3次元的なドローイングが可能になるんだね。これはどこで手に入れることができるの？ガムロードで優勝配布されているよ。価格は個人向けで$30。これは撮影時の価格なので、これから上がったり下がったりするかもしれない。使用できるブレンダーのバージョンがかなり限定的だね。対応していないバージョンを使っている人は注意しよう。実際に使ってみよう。クイックカーブをインストールすると、このようなパネルが使えるようになる。わわ、何これ。ボタンやアイコンといった GUI が存在しないみたいだね。ここにずらっと書かれているショートカットキーを押して操作するみたい。これは辛い。こういう GUI の存在しないアドオン、たまにあるのだけれど、正直辛い。ショートカットキーを覚えきれないし、メモも画面の邪魔になるよね。ユーザーインターフェースは将来的に改善されていくと嬉しいな。とはいえ、クイックカーブはまだリリースされたばかり。今後に期待しよう。今後に期待。気を取り直して実際に使ってみよう。コントロールプラス F でクイックカーブを有効化するみたい。わ、文字がいっぱい出てきた。ショートカットキーのメモや設定した数値が表示されているみたいだね。さあ、画面上でドラッグしてみよう。わ、描けた。 3D ドローイング楽しい。線の細さは F キーで調整できるみたい。消しゴムみたいな機能はある？コントロールキーを押しながらドラッグすると消しゴム機能になるみたい。これは面白い。あ、クイックカーブを有効化していると、ここの画面操作ボタンが使えなくなってしまう。自分はペンタブを使っているときにここのボタンをよく使うので少し困る。いつか改善されると嬉しいね。コントロールプラス B で先端を尖らせたりもできるみたい。最初だけ尖らせたり、最後だけ尖らせたり、最初と最後を尖らせたり。コントロールプラスシフトプラスダブルを押すと、オブジェクトの表面上にドローイングができる。床に落ちたケーブルなんかも作りやすそう。ちなみに髪の毛に使えるかなと思って試してみたのだけれど、髪の毛は厳しそうだった。おう、そういえば筆圧感知はどうやるの？シフトプラス M で筆圧感知を有効化するみたいだね。筆圧感知に対応したペンタブを使って、えい、おう、 3D 書道できるぞ。 3D 書道？その他、ドローイングしたオブジェクトを後からねじったり、ノイズを加えてガタガタさせたりといったこともできるぞ。そんなこともできるんだね。というのも、クイックカーブで生成されるオブジェクトというのは、どうやらカーブに厚みを持たせたオブジェクトみたい。なので後から編集しやすい。ということは、クイックカーブで生成されたオブジェクトはブレンダーの標準機能でも編集できる？そういうこと。なんだか UI が改善されればかなり便利なアドオンになる気がするね。可能性を感じるアドオンだよね。また現状だと、いつ使うと便利なのかはっきりしないところがある。どういった時に使うと便利なのかということを明確にして、それに合わせて機能が追加されていけばより良くなっていきそう。てなわけで、今回は 3D ドローイングができるアドオンクイックカーブのレビューでした。またね。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。